それでは元気よく歌を歌いながら、ね、近鉄特急の旅をしましょうじゃないありませんか。なんせ人がいません。でもうすぐ多分車掌さんが来るので、車掌さんが来てからでいいですね。いや京都じゃねえ、これ奈良県か。奈良の景色がいいですね。座席が快適ですよね。これコンセントがついてる、本当にどれだけ最高か。コンセントついてねえんだよ。ありがとうございます。じゃあ、ワン、ツー、スリー、フォー、歌いますね。ワン、ツー、スリー。愛してるって最近言わなくなったのは本当にあなたを。なんか車掌さんが二人乗ってんだよね。あれ？車掌さん二人いるな。あー、しまったな。ワン、ツー。はじめたか。小さな未来の光、これ田原本ぜ。叩けあれ。え、田原本ぜ。あれ、ちょっと歌詞が思い出せんけど、ちょっと。瞳の奥にある小さな未来の光、切なくて愛しくて吸い込まれてく。これ軽犯な動画な。あ、この道軽犯だかな。どうだろうね。たった一つのこと約束したんだ。これから二度と話さないと。たった一人のため歩いて行くんだ。あなたに二度と悲しい歌聞こえないように、不思議な気持ちさ、別の夢追いかけたあなたが、今僕のそばにいるなんて疑ってた3月、涙が急にこぼれた。許し始めた5月、わだかまりも夏に溶けてく。ブブブブ、たった一つのこと約束したんだ。これから二度と話さないと。大和川渡ってます。大和川渡ると次、これがファミリー公園なんですよね。家庭科を進めていく下水中に奈良県で、こっちプールもあったりね。
でもファミリー公園前って本当に無人駅ですからね、昔から。利用客が少ないのかな。あと今日は少ないね。あ、でも一人いるわね。たった一人のため歩いていくんだ。あなたに二度と悲しい聞こえないよ。前に恋してた。ここはサホガバだったね。うん、サホガバ。あなたとは今はもう別の人だね。こっちに天理線があるんですよね。こんなに静かに激しくあなたのこと愛してる。ララ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 、あなたのために。ということで、筒井駅か。こっからまっすぐ行くと法隆寺に行けるんですよね。世界遺産の。世界遺産の法隆寺か。というわけでございまして、もうすぐ大和郡山に着くんで、まあ大和郡山の駅着いたところでビデオを切らせていただきます。それしてもですね、近鉄特急はいいですよね。1列車だけじゃなくて、2列車、3列車、4列車と、まあ、その、できる範囲で、その、特急列車乗り継ぎながらでも特急利用できますからね。しかもお金がかからない。しかもこれが、近鉄特急が、その、もう最盛期っていうのが、まあ、しっかり整ってきた70年代以降はもうしっかり整備されてますからね。さすが近鉄。やっぱ近鉄は1にタバコが吸える、2に特急が充実している、3にタバコが吸えるっていうわけでございますからね。あ、タバコが吸える2個っていうのはですね、駅でタバコが吸えるのと、あと3で座席でタバコが吸えるんですよね。僕はまあ、タバコは吸わないんですけども、まあ、吸わないっていうかまあ、ガチで吸ったことないんですけども、タバコ吸う人間枠ね、近鉄電車は、もう最後になるじゃんが、座席でタバコが吸えるのが。今だと望み光じゃタバコ吸えないですからね、こだまで吸えるらしいんですけどね、重積の話ですよ。指定席だったら多分吸える座席もあると思うんですけど、重積はもう光こだまは吸え、あ、じゃあ光望みは吸えないようですからね。さあ、これ、金魚なんですよね、この池が。金魚の、だから大和郡山って割と雇み、奈良県大和郡山市と、あと愛知県弥富市で共通点なのが、まあ、金魚が有名なんですよね。ということで、これ大和郡山駅です。はい。やっぱ人濃いね、大和郡山は。で、ちょっと先に行くと、大和郡山城が見えてきて、大和郡山の高校もありますね。これとかもうお堀ですからね、昔の。だから、この、城郭内に、あるんですかね。あ、これ、このちっちゃいのかな。これが、見えるかな。これかな。これが一応大和郡山の城かな。どうだろう。あ、なんか変な建物がいっぱいあるな。というわけでございまして、乗客が、この車内には一人ということで、まあ一人という曲をお届けしました。いいですよ、この12月の、ね、下旬、一人旅をするの。わざわざ、こうやって旅をするとですね、卒論から逃れられた解放感というのがありますからね。というわけでございまして、西の木をついちゃうな。では。